おはようございます。西田渉です。えっ、ー、と、3月30日火曜日ってことですね。今日もね、やっていこうかなと思います。えっ、ー、とですね、視聴者の方に怒られたので、えー、買い物しましたってところで今日は <laughs> やってみようかなと思います。これどういうことかと言いますと、R6 に、先日ね、メインチャンネルで R6 に、これキ n ノン R6 ね、に、こちらですね、ライカのアポズミクロン、 まあ100万円レンズと呼ばれてるねアポズミクロンをくっつけてくっつける際にマウントアダプターっていうのが必要なんですよねで僕マウントアダプターっていうのは今までこのキポンっていうのを使っていたんですよキポンねでこれと、えー、くっつけるくっつけますであのアポズミクロンくっつける これが大体円ぐらいらかなで R6 にくっつけて撮影したってデータを、えーとまあ、データだったりとか撮れ高を皆様に解説するっていうのをメインチャンネルでやってたんですよね。でまあ別にねつりも悪くないなっていう僕自身が見てね思ってはいたんですけど視聴者の方からねこんないいレンズ使ってるんだから何だろうマウントアダプターは安物使ってたらレンズが泣きますよみたいな感じで言われてまあ言い方はあるでしょそれっていうね <laughs> 何その嫌味っぽい言い方とは思ったんですがまあある意味こうって もももっっととだなっていうところもありまして要はまあボディとかね例えばいろいろ今後もつけていくわけですよ例えばですが R5 に RF レンズもくっつけながら現場でね、えっと、撮影したりでもマニュアルのちょっと雰囲気出したいなっていう時には、えっと、マウントアダプターを経由してねマウントアダプターを経由して、えっとこれね、マウントアダプターを経由してラ i c a のアポズミクロンつけて 現場でも撮影するとまあ確かに最高級のクオリティを出すっていう上では最高級のものを担保しなきゃいけないというのは確かにごもっともだなと思って僕が散々ねいいものを使いましょうって言ってるのにそういった一番この中間をつなぐものが、えーとまあ、ある意味ね安物ってわけじゃないんですが要はいろいろと後ほどね解説はしますけれどもまあ そういった処理はしてないともしもの逆光の時とかに問題があるよねみたいな感じなわけですよね。てい,うていうことでねまあ一番現状いい,いいであろうってものを買いました。でそれがこちらですね、はい。ちょっと見にくいと思うんですけどこれレイクオールっていうねこれもうほんとザ日本のものづくり中小企業みたいなところが作ってるんですがレイクオールっていうところの、えー、LMEOSR ってところですね。 これ、ヨサにくっつけるだけでも、あの、あるヨサアーのシステムにくっつけるだけでも、いろんなね、これはライカがくっつくような LM マウント用ってなってるんですが、例えばコンタックスがついたり、それこそ EF がついたり、ニコンがついたりっていう、それぞれね、多くのマウントアダプター出されているので、えっ、ー、と、まあ、あの、ライライカだけでなくね、他のレンズつけたいよっていう方とかも、えっ、ー、と、合うようにね、いろんなメーカー出てます。なので、どのぐらい違うかっていうと、まずこのキポンが、えっ、ー、と、一応概要欄貼っておきますけれども、キポンが、 えーと大体6000円ぐらいかな。これ、あの、ユスアルとこのライカの LM マウントね。で、こっちのレイコールが、えー、と1と5000円ぐらいでしたかね。なんで2.5倍ぐらいするわけですよ。メイドインジャパン、メイドインチャイナってことですね。キポンがメイドインチャイナで、メイドインチャイナで、こっち、レイコールがメイドインジャパンってことで。まあ、昔からね、確かに僕もレイコールっていうのはよく聞いてるブランドだなと思っていたんですよね。何が違うかって言いますと、もう端的にね、 これなんですよねこ、こ分かりますかこの裏の処理、ここ真っ黒ですよね、レイクオールは。で、こっちちょっとシルバー見えますかシルバー見えますよねと、あとはここのヘりがギリギリまで、まあこれも出してはいるけど、このヘリの部分がギリギリまでこのカットされてるというかね、フレアカッターと言いますか、この辺がカットされてるわけですよ。 キポンとかはこの辺がカットされてないんんでですよねねあんまり、ね、でさらにここ今のキポンはおそらくこれねあのここも黒く内側が黒くなってるはずなんですよねでこれシルバーというか真鍮っぽいこのになっていると何が悪いかっていうとおそらくなんですが1回光が入ってきます光を通ってきますレンズから通ってきますで R5 なりこの中に入りますその時にもしも乱反射が起こったらどうするんだいと えと入ってきた時にここのシルバーの部分の光がちょっとでも映り込んでこう乱反射した時には映りが悪くなるだろうフレアゴーストが出るだろうっていうところを多分ねあの視聴者の方は言っていたんだと思うんですよね。なのでおそらくはまあこっちのレイコールに関しては全部真っ黒な上に真っ黒な上にここまでもこうここをきっちりとねここがギリギリまで。 あのフレアカッターというかなるべくこのマウントに邪魔されないギリのとこまで追い込んでくれてるっていうところで確かに圧倒的に作りとか計算はされてるなっていうのがね僕の感想2.5倍分の価値はあるかなとあとは何よりもこのつけた感覚ですねここのマウントにつけたマウントにこうつけてこう何て言うんですかねカチッとさせるとカチッとする動きとかでレンズのここの ここのカット面のの部分ですねこの中のカット面の感じとかがキポンとかと比べたりここのカット面のこのバネの部分とかがあるんですけれども、まあ、ちょっと細かくてね見にくいと思うんですがこの辺のねこのこうカチャッとこうはめる時のバネの部分でこうバネがビヨンビヨンってなるそこの部分の精度みたいなところの細かい作りとかめちゃくちゃ高精細に作られてるなっていうおそらくはこの。 日本のこの金型とかを作っている日本の中小企業というかね工場町工場のめちゃくちゃ精度の高いあの作りしてるなっていうくっついた感じもねやっぱりあの所有しただけでもね2.5倍の価格1万5000円もマウントアダプターするんですが確かに R5 と,とこのねアポズミックのつなぐ一番の役目っていうかね大事な部分でも接合部でもあるので確かにここのマウントアダプターにこだわるのは悪くないなと思った次第でまあ おそらく巡行とか曇りとかの状態で覗いて取る分にはねほぼ関係ないと思いますね要は乱反射を防,防ぐだけのものだったりするんで ふっつきたりすれば確かに微妙なあの精度が悪いとねこの無望遠っていうんですかねあの無限大のところに位置したときに無限大が出ないとかね精度が出ないとかそういったあの話とか噂はあるんですけれども僕自身がこのキポン使っててあの一番ね無限の状態のところを撮影したときに精度が出ないかときっちり出てたんでねその辺も問題ないかなキポン K&F コンセプトとかこの辺は別に今そんなに悪いものじゃないんじゃないかなっていうね。 ぐらいなのでねね一応ねなので実際にその悪いものではないとただこのレイコールに関してはまあ昔からマウントアダプター作ってますしメイドインジャパンだし精度は確実に良い,いかなっていうのありますね特にこの外す時のここのつける時のこのここの滑らかさ滑り感というかこのここの右加工っていうんですかねここの磨きの具合とかもうザ日本の仕事って感じでねもうほぼ マウントがこう擦れる感じが一切しないかなっていうね変なこの砂とかが噛まない限りは絶対にこの金属とのこの擦れる感じで傷つく傷つくことはないかなとやっぱりこの辺のキポンの処理とかちょっとザラッとしてるから付けるときにザっていうねザっていう感じは多少するともう本当にこれとかだとめちゃくちゃレイクオールだとこの滑らかな っていうね、すごくそのこの辺は気持ちいいかなと思いますねうんなので、まあ、あとはさっき言ったその内面の反射処理っていうんですかねこのフレアゴーストカッターこの中で乱反射しないようなシステムに完全になってそうなのでねこれも期待かなとは思ってます いずれにせよ、まあ、確かにいろんなタレントさんとかを取る中で、えー、とアポズみをあえて使っていきたいそして R5 とかで取っていくとかそういった時にはね確実なものを使って取るっていうのはね逆光あえて逆光の表現することだってあり得ると思うのでそういった時にはねやはりフレアとかを防ぐっていうのは非常に重要だったりしますからもちろんそれを味として捉えることも 可能なんですがやはり、えっと、双方向というかね不可逆だとやっぱり良くないかなと思いますので状況がねあと一点はねやっぱりこの、まあ、町工場レイコールだと日本のあれなのかこの1万5000円する割にはパッケージが紙っていうねこの辺は要改善した方がいいのかなってせっかく1万5000円のね結構高級感のあるっていうところの、あのー、マウントアダプターなので。 例えば、キポンとかだったらこう、もうほとんどこうなわけですよこう。ちゃんとプラスチックのね、一応こういった、プラスチックじゃないけど、こういったケースに一応入ってるんですよね。6000円のものでもこれぐらいは作れるので、まあ、えー、とレイコールもできれば、このブランディングっていうことを考えたときに、明らかに今説明したように、ものの作りっていうことはめちゃくちゃいいので、次はこういう、このものはいいものだよっていうところをパッケージングする、こっちレイコール、キポン。 こういったところにこだわると、まあやっぱりでいいのかもしれませんよねっていうところが一つ思った次第っていうところですね。なので、このやはりこのマウントアダプターっていうものは重要だと思いますから、あとはね、これを軸にしながら、まあ、レイコールでこれから統一していこうかなと思ってるんですけど、まあ分かんないです。ただ、これから例えば僕も考えているのがね、メインチャンネルでやろうと思っているのが、例えばソニーのカメラがありますよね、ニコンのカメラ、キャノンのカメラがある。で えとそういった時にもちろんそれぞれレンズを各純正でつけるのもいいんですが例えばこのアポズミクロンってめちゃくちゃ高精細に映るわけですよね多少そういった CMOS センサーの素養と相性はあるかもしれませんが一つねこれこのレンズをベンチマークとすれば 例えば R5 の CMOS センサーとかの性能そして例えばですがソニー α1 の性能ニコンの Z7II の性能っていうのを全部レイコールのマウントアダプターをまあ購入する形で経由してこれでね撮影していけば。 あのそれなりにねその全て同じレンズの条件アポズミクロンという条件でどう映るかっていうところをベンチマークにしていくのも今後面白いかなっていうふうに思ってる次第なんですよね。なのでまあ僕は多名化に行くっていうのはなかなかないはないかもしれないんですが、まあ、こういうこともね常にアポズミクロンで。 1えっと一個作品っていうか、毎回こうやって撮っておけばマニュアルでね、で、他のメーカーに行った時も、皆様にベンチマークとしてお届けできるかなと、R5 で撮ってた時はこういう感じ、ソニーの α1 だとこういう感じとかね、こういったことを解説できると思うので、それぞれのねメーカーのレンズをつけてもいいんですが、えっと、同じレンズでやっていくと、これも今後ね、ふと面白いかなって思ってる次第なんですよね。っていうところで、今日も皆様、健やかにお過ごしください。それではまた、西田あたラでした。どうも。